シカゴ川はアメリカ合衆国入りの一周シ,シカゴのダウンタウンを流れる全長2 5 1キロメートルの河川。特段に長い河川ではないが、かつてミシガン港へ向かっていた流れを南方向へ逆流させミシシッピ川流域へ接続した19世紀の土木工学の異様、シカゴ川管流によってよく知られている。これは公衆衛生の理由から実施された。シカゴ川は セイパトリックデーを記念して、緑色に染められる習慣でも有名である。シカゴ川地図元来、シカゴ川はミシガン湖へと流れ込んでいた。当時は、現在の流れから湾ーサスを避けるように南へ湾曲し、今日のマディソンストリートのあたりで湖に注ぎ込んでいた。現在では、シカゴ川主流はミシガン湖から西へ流れ出し、 リグリービルやマーチャンタイズマートを過ぎて、キンジーストリートで、北部支流と分かれる。北部支流は、西分流、東分流、及びモートングローブ村で合流する中分流からなる。ダウンタウンからは、南部支流を、南方向へ流れ、入りのイ,イミシガン運河及び、シカゴ衛星、船舶運河に合流する。そこからデプレーンズ川へ、そして最後は、ミシシッピ川を経由して、 メキシコ湾へと流れていく。シカゴ川干流前後の流路比較図シカゴの創始者、ジャンバティストポ。1808年にはその対岸、現在のミシガンアベニュー橋の位置に、ディアボー,オーントリレが建設される。かつて、遅くとも1830年までは、今日の北部支流はその地域では、グアリーの川と呼ばれていた。グアリーとは、1778年頃の時期に、 シカゴ川近くに住んでいたギロリーという名の初期入植者、商人の名も、1830から40年代には、輸送改善のために、さすぎ水路を切り開くことに、多くの労力が費やされた。1900年、ミシガン湖が汚染されないように、シカゴ川の流れが反転された。1928年、鉄道ターミナル用地確保のために、 南部支流のポルクストリートとエイティーンズス,ストリートとの間の流域が直線化され、西へ400メートル動かされた。シカゴ川は元来ミシガン湖へと流れ込んでいたため、シカゴが成長するにつれ、下水や汚染物が上水源である湖に流れ込んでしまうようになった。その結果、チョーチフスなどを含む公衆衛生上の問題が生じた。 1850年代から多くの水路は方向を変えられ、シカゴポーテージを横切り入りのイミシガン運河に流れるようになる。1900年、シカゴ衛星区は一連の拷門を用いてシカゴ川を完全に逆流させ、新たに完成したシカゴ衛星、船舶運河へ流れ込むようになった。シカゴ川はこの時まで急成長するシカゴの産業経済から流れ込む大量の下水や汚染物のために、 臭い川と地元住民から呼ばれていた。その後も1980年代までシカゴ川は非常に汚く、時にはゴミで一杯になっていたが、1990年代になり、シカゴ市長、リチャード・デイリーによる美化運動の一環として広域の清掃作業が実施された。かつてのシカゴサンタイムズ社ビル、リグリービルとトリビューンタワー近年、 イリノイ大学アーバナシャンペーン校の研究者がシカゴ川の三次元流大陸学シミュレーションを作成し、陶器においてシカゴ川が双方向へ流れる原因が密度流であることを示した。表面部ではミシガン湖から西方向へ通常通り流れているが、川底近くの水は逆の東方向へ流れるのである。五大湖流域からの流出水は、 米国、カナダ共同の五大湖委員会によって規制されており、シカゴ川を通る流出水は合衆国最高裁判所の1967年の判決に基づき設定されている。シカゴ市は五大湖水系から毎秒91立方 M の水を取得することを認められており、その約半分近い毎秒44立方メートル相当の水はシカゴ川を流れ、残りは 飲料用水として使用されている。2005年後半、シカゴに所在する五代子同盟は、外来種の拡大等の環境問題に対応するため、五代子とミシシッピ川をつなぐ水路を再度切り離すことを提案している。1915年、クラークストリート橋に停泊していた、客船イーストランドが転覆し、乗客乗員812人が死亡した。 1992年4月13日、キンジーストリート近くで橋の補修工事のために川底に打ち込まれた杭が長年放置されていたシカゴトンネルカンパニーのトンネル壁に圧迫による割れ目を生じさせシカゴ洪水が発生した。ダウンタウンのほぼ全域を網羅する延べ 97km の地下貨物鉄道のネットワークのほとんどやビルの地下街、店舗、歩道などが浸水した。 レイクショアドライブに架か,かるリンク橋から西方向の眺め。写真右側の北岸がニアノース地区及びストリータービル地区。左側の南岸がループ地区。レイクショアイースト地区及びイリノイセンター地区シカゴ川は周囲の工業地域や住宅地域の影響を強く受け、水質や川岸に変化をもたらしている。大口バスや小口バス、ロックバス、クラピー、ブルーギル、ナマズ、 濃い等の温水性魚がシカゴ川に水生していることが知られている。またザリガニも多くいる。南部支流の南分流はユニオンストックヤード社等の食肉加工会社の最大の排水先として使われ、かつては非常に汚染されており、泡の川と呼ばれていた。PCB や水銀汚染のため、イリノイ州は魚食に関する勧告を出したことがあり、 その中には12インチより大きい鯉は食用禁止とする勧告があった。また、ミシシッピ川やイリノイ川に住む外来種の白蓮や国蓮がシカゴ川を経由して五代湖に入り込む懸念もある。汚染問題にもかかわらず、シカゴ川は淡水魚のレッチャー釣りの場として非常に高い人気を保っている。2006年よりシカゴパーク地区は デイリー市長シカゴ川釣りフェスティバルを毎年開催し、年々人気を集めている。2005年の聖パトリックデーでの祝典40年を超えるシカゴの伝統行事の一つとして、シカゴ側は聖パトリックデーを記念して緑色に染められる。実際は必ずしも聖パトリックデー当日に行われるわけではなく、直近の土曜日に実施される。例えば2009年には、 聖パトリックデーは3月17日火曜日であったが、川が緑に染められたのは3月14日の土曜日だった。シカゴ、聖パトリックデー委員会会長のビルキングは以下のように述べている。シカゴ川を緑色に染める構想は、もともとは偶然で、川を汚染する違法物質を追跡するために、配管工たちがフルオレインを使って染色したのが始まりです。米国環境保護庁は、 フルオレ繊維による川の染色を川にとって有害であると判明したことから禁止した。現在のシカゴ川染色に使われている成分は秘密にされているが、シカゴ川に生息地を持つ何千もの生物にとって安全で無害であると言われている。この伝統に合わせて2009年の聖パトリックデーにはシカゴ出身のミシェル・オバマの要望によりホワイトハウスの噴水が緑に染められた。 手前から奥へ、順に、ステートストリート橋、ディアボーンストリート橋、クラークストリート橋、ラサールストリート橋、ウェルズストリート橋、フランクリンストリート橋船舶通行時の、ステートストリート橋、シカゴ川最初の橋は、1832年、現在のキンジーストリート近くの北部支流に架けられた、ものである。翌1833年には、2番目となる橋が、 ランドルフストリート近くの南部支流にかけられた。1834年には初の稼働橋が主流部のディアボーンストリートに建設されている。シカゴ川には現在、ピーク時の52から減少して38の稼働橋がかかっている。虎に温式飛べ海峡やローリング以下の飛べ海峡はシカゴループ地区周辺のシカゴ川主流、南部支流にかかるものである。 蒸気以外の主要な橋シカゴ川沿いに立つビル群シカゴのランドマークの多くがシカゴ川沿いに並ぶ。その一部を挙げる。ありがとうございます。